アイテム番号。SCP-33 オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-33 はパピルス、キャンバス、羊皮紙あるいは手作りのガタガタな一枚の紙に記入されなくてはなりません。そこには現在進行治癒の観測や研究が記入されててはいけません。SCP-033 を書き込むための紙に類似した製品は、紙の辺が平行直角であってはならず、長さも等しくないという条件を満たされていなければなりません。033、セーフ寸法と呼びます。これが守られている場合は、紙の類似製品はあらゆる演算、記録デバイスから少なくとも30メートル以上遠ざけられた高度なロックを備えた2収納庫に保管される必要があります。SCP-033 の持ち出し収容の記録は、それを記入した紙製品や電子機器が汚染される可能性を避けるために、30メートルの最小安全距離から出て記入されるべきです。研究のために移動する場合、SCP-33 の内容は33、セーフ寸法の白、黒板にクラス D のスタックを使ってコピーすることができます。白。黒板への転送時に、元の SCP-33 が含まれていた紙製品は焼却されるべきです。観察と研究はあらゆる演算、記録デバイスから少なくとも30メートル離れた安全な会議室から行い、観察は最大でも2560秒に制限されます。すべての観測資料やノートは33セーフ材料にするべきです。いかなる状況下でもノートを保管施設を残したり、SCP-33 を演算、記録装置に入力してはいけません。正確に2000秒の観察時間で研究はストップしなければなりませんし、SCP-33 は新しい033、セーフ製品に移され、クラス D スタックによって保管庫に返されなければなりません。研究で利用された白、黒板は、転写が完了した後 SCP-33 が2560秒でその表面から、自然に、色あせたかどうか関係なく、可能な限り速やかに焼却処分しなければなりません。33、政府手続きが SCP-33 の有害な影響を停止または遅らせるかどうかは不明です。イレギュラーな紙の形と数学的には予測不可能な人の手作り感が、どういうわけか SCP-033 を機能させる論理を混乱させていると理論化されています。説明。SCP-33 は19年11月に、大学の学生街にある、の、パブで捨てられたゴミの中にあった、不規則に引き裂かれたナプキンを発見した SCP 現地スタッフが警告を行ったのが最初です。SCP-033 は、高度な訓練を受けた数学者によっての未解釈可能なものから素人でも簡単に理解できる表現のものまでを含んだ複雑な分野の数学記号と思われます。は、のシンボルは、と、の間にあるこれまで知られていなかった整数教授はこれを敷いた、プライムを指定、と等しいものです。現代数学のすべての計算は SCP-033 に関する知識と利用法を変えたまま行われています。SCP-33 が導入された場合、数学的な系は数値的または構造的完全性を侵食を始めること無視に組織化されていきます。SCP-033 の効果はこれが非033、セーフ製品、紙、羊皮紙、パピルス、キャンバスなどと定義、の表面に書き写された時や、演算、記録デバイスに入力された時発生します。他の素材に書き込まれた時、原因不明のプロセスで SCP-033 は正確に2560秒で消滅していきます。加えて、SCP-33 は33、政府製品から工業製品や電子機器に、飛び、不安定化させる能力を見せた一例、事件報告 033D が報告されています。そのため電子機器や非033、政府製品は SCP-033 から30メートルの安全距離を取る必要があると定められています。電子記録のための033、政府仕様は現在ありません。SCP-33 に関連する、のオペレーションズ、リサーチ計画は同様の政府仕様を電子記録で発見することに専念しています。のオペレーションズ、リサーチ計画は SCP-033 を利用して、電子計算機に関連する潜在的脅威を持った他の SCP を無力化するためのファクターを探すことに専念しています。専門外のスタッフのために教授の具体的な解説文書 33A があります。SCP-33 の影響は文書 033-9 で見直される可能性があります。文書 033-A 最初の観測の木野教授の報告会。データ削除済み。教授、
すべての小学生は2たす2は4であると知っています。数の並びの順番や大きさの数学的確実性はあらゆる論理システムの基礎に使われる大変重要なものです。2の後に3が来て、3の後に4が来ることを我々は知っています。ところがこの式が証明することは、私たちはどこかの数字を抜かして数えていたということです。4の次は6であるという信念が我々のあらゆる技術の基礎を成していた場合を想像してみてください。我々は5を知らないか想像すらしないでしょう。つまり、この式が証明するものこそが本質なのです。我々はどこかで数を見失っていたようです。データ削除済み。教授、手作りの羊皮紙が SCP-33 を封じ込めるのになぜ最も有効なのかを伝えることはできません。私が推測できる唯一のことは、それは2つの方法で数学的予想を置き換えるということです。一つは、紙を作る時のヒューマンエラーに起因する凹凸が、機械で作られた製品に見られるであろう正確性の痕跡を取り除いているということです。二つ目は、不揃いな変がどういうわけかシータ、プライムを決定するプロセスを混乱させ、紙から飛び出す能力を使うためのパターンを探せないようにしていると思われます。しかし私が忠告しておきたいことは、SCP-33 が同じ紙の上に数日以上長くに残されるべきではないということです。最終的に能力を発揮するためのパターンを見つけるでしょう。データ削除済み。教授、私は SCP-33 が何かを破壊するとは考えていません。SCP-3 が我々のシステムに自分自身を統合しようと試みても、システムはそれを保持することができないと考えています。これはもうこれ以上入らない本棚に本をさらに詰め込もうとするのに似ています。ハンマーを使えば本を詰めることができるかもしれませんが、最終的に棚は破裂してしまうでしょう。SCP-33 がインターネットに出てしまった場合、私たちは、データ削除済み。文書033、9。実験結果試験33、デルタ5。SCP-033 を標準的な 8.5×11 インチの白色のコピー用紙1枚に記入する。以後これを X1 と呼ぶ、何も記入しない同じ仕様の紙、以後 X2 と呼ぶ、を 30cm 離して設置。80秒。X2 に SCP-033 の内容と一致する記号が現れ始める。X1 は変化なし。160秒。SCP-33 の数式の全内容が X2 表面に現れる。X1 は変化なし。320秒。X1、X2 が両方とも濡れているように見える。記号は直し認可能。640秒。現在 X1 は外見上およそ1の水に対して、5のパルプ状の物質という状態であるが、8×11 インチの平面という性質は保持している。記号が不鮮明になる。X2 は濡れているように見えるが記号はなお判読可能。1280秒。X1 が見えなくなる。液体部分は蒸発し、パルプ状物質は明らかに消化したように見える。X2 は現在およそ1の液体に対して、5のパルプ状の物質という状態であるが、8×11 インチの平面という性質は保持している。記号は視認できない。2560秒。X2 も消える。液体部分は蒸発し、パルプ状物質は明らかに消化したように見える。メモ。公共データ検索。パキスタンからの最近のニュース2つが、シータ、プライムが財団とは独立に再発見されたかもしれないと報告している。公開されたレポートでは、最初に数学者はリーマン予想を反証に成功したものの、同時に実際の判例がないことも証明したとされている。リーマン予想の例外が存在しないことが必要であることは、その数が我々の知る、存在しない数に唯一関係しているかもしれないと示している。そして、第2のレポートは現地の軍用通信網が完全に麻痺状態に陥ったことを報告している。SCP のエージェントはエリアを封鎖し、拡散を防ぐために直ちに派遣されなくてはならない。